はゲームセンターでラブライブプレミアムフィギュアスタートダッシュ衣装の南小鳥ちゃんを撮ってきたので今から開封していきます。中にはこんな感じで入ってました。台座はこんな感じで、ここに南小鳥スタートダッシュと矢印のデザインになってます。では今から袋から出して組み立てていきます。出来の方はこの特徴的な髪型もよく再現されていて、この顔もすごい可愛らしいです。でこの結び目もちゃんとできてますね。でこちら服なんですけれども、ちゃんとシワもよくできていて、このスカートが揺れた感じも再現されています。このブーツの動いた時に出るシワもちゃんと両方に再現されていて、この洋服の後ろプリーツの部分もちゃんとしっかり再現されています。ここのリボンの部分も動いた感じが再現されています。この後ろの髪の毛の部分もこの髪の流れやこの毛先の動きがよくできていますね。一番びっくりしたのがこちら、ニーハイと肌のこの食い込みの部分がすごいリアルに再現されています。あと腕の方もですね、若干食い込んだ感じが再現されてますね。はい、というわけでこのフィギュアは大きな塗装のはみ出しなどもなくて、細かいところまですごくよくできていたと思います。小鳥ちゃんが大好きなのでゲットしてきてとても良かったと思いました。以上、今回は南小鳥ちゃんのラブライブプレミアムフィギュアでした。